どうもハズムです、本日はですね、僕のお店ダンで取り扱っているシワというブランドについてご紹介していきたいと思います。でシワに関しては以前ですね、すごい前なんですけども、シワで使われているナオロンという生地を使ったサコッシュを動画で一回ご紹介したことがあって、その時にまあシワっていうのも最後の方にちらっとご紹介してるんですよね。でそれがきっかけで、まあ、ダンのオープンの時、2018年の3月ポップアップの時に、まあ、シワもこう取り扱いさせていただいて、まあ、そこから本当にずっと取り扱い続けているブランドでございます。で取り扱っているアイテムはちょっと最近変わってきたので、まあ、一回動画でご紹介しようかなと思ってこの動画を撮っております。取り扱い当初は結構ずっとバッグ、クラッチバッグをやってたんですけども、今はねクラッチバッグ一旦お休みしております。また入れると思うんですけども、ちょっとねいろいろ考えているので、まあ、楽しみにしていただければなと思います。でバッグに関しては今取り扱っているのがスクエアショルダーバッグというアイテムでございます。でこれがブラックとブラウンの2色でございますね。でそこそこマチがあるので結構荷物は入ります。でストラップがこのように長いタイプ、これ短いタイプのもあるんですけど、長いタイプなので肩掛けすることができます。で一応内側によいしょ、このようにね内ポケットがついているので、まあ、ちょっとした小物とかはここに入れることができます。でシワで使用されている、まあ、このナオロンという生地、こちらは和紙なんですけども、とても軽くて柔らかくてすごい肌触りがいいんですよね。かつ耐久性に優れているっていうのが特徴で、さらに水に濡れたとしても破れないんですよ。だからこういったバッグとかにも使用できますし、まあ、あとシワは結構小物を製作しているんですけども、まあ、そういったものでもかなりこう長い間お使いいただけるというのが特徴でございます。でさらに、まあ、このナオロンの素晴らしいところなんですけども、まあ、僕の大好きな経年変化を楽しむことができるんですよ。これブラックが一番わかりやすいんですけど、ブラックだったらこれが使い込んでいくと、まあ、違うバッグなんですけど、はい、こんな感じで経年変化していきます。全く同じ生地を使用しているアイテムでございます。これがだいたい5年ぐらい使ったサンプルですね。経年変化としてはこう色が薄くなってきて、ちょっと毛羽立ってくるような雰囲気ですね。こんな感じです。結構最初はつるんとしてるんですけども、まあ、シワもこう増えてきて、どんどんね深い味わいになっていきます。でこの状態になっても、まあ、ほとんどこう穴とかも開いてないんですよ。まあ、使い方によるとは思うんですけど、長く使おうと思えば5年ぐらいは使えるアイテムになります。そして最近取り扱いを始めたアイテム、まあ、僕が個人的に欲しくて入荷させたアイテムなんですけども、まずは今履いてるんですけども、はい、こちらスリッパでございます。はい、紙のスリッパ、和紙のスリッパですね。でスリッパはですね、付属のケースに入っておりまして、こちらの中に、まあ、収納できるように、ね、なっております。まあ、やっぱナオロンということでとても軽くて、で、まあ、本当にくしゃくしゃっとこう、ま、丸められちゃうというか、すごい小さくできちゃうので持ち運びも便利かなと思いますね。こんな感じです。で僕もね、購入前に一番気になったのは履き心地どうなのよと、和紙のスリッパってどうなのっていうところがあったんですけど、ここ数日実際に履いてみていて、結構履き心地はいいかなと思います。まあ、ソールが別に分厚いとかっていうわけじゃないんですけども、和紙のこの柔らかさと、まあ、雰囲気ですね、なんかこう落ち着くというか温かみのある素材なので、なんかルームシューズとしてすごい適してるかなと思います。でソールに関してはこのように片押しの合成皮革を使用しております。こちらも一応ブラックも取り扱っていて、ブラックはこんな感じです。まあ、男性はブラックの方が好きな方多いのかなとは思うんですけど、なんか僕はシワのこのブラウンがすごい好きで、まあ、部屋の中で使うものとかは濃い色の方がちょっと個人的には落ち着くので、まあ、これを購入しました。一応うちで扱っているのは L サイズっていうサイズなんですけども、これはまあ大体男性の方26センチから28センチぐらいまでの方が履けるサイズとなっております。まあ、ただスリッパなので正直かかととかちょっとこう潰せば全然サイズ大きい方でも履けるかなと思います。そして次に購入したのがこちらティッシュカバーでございます。これね、これが新品の状態なんですけども、この状態だと
なんだこれってなると思うんですけど、まあ、いわゆるボックスティッシュ、クリネックスですね。クリネックスの上にこのようにかぶせて、このようにマジックテープで留めるという、これでティッシュをねカバーできるというアイテムでございます。おしゃれなティッシュカバーって、あのティッシュの中身をも取り出してとか、箱なしのティッシュをこう入れて使うタイプのものが多い印象なんですけども、これは本当にもうボックスの上にこうただかぶせるだけなので、すごい使い勝手はいいかなと思います。こんな感じで最初の状態は、まあ、さっきのバッグとかと一緒で生地がねつるんとしてるんですけども、この辺はまあお好みに応じてなんですけど、まあ、和紙なんでちょっとシワ感を出したいので、最初にちょっとこうあのくしゃくしゃと若干シワを入れて、この辺はあの勢いが大事なので、まあ、本当お好みですけど、僕はちょっとこうシワ感を出す方がかっこいいかなと思うので、こんな感じで自分でシワをつけて使っていきます。ブラックもございます、はい、そして次はこちらスクエアポーチの S サイズでございます、はい。まあ、これはまあその名の通りポーチなんですけども、トップ部分にファスナーがついていて、まあ、開けるとこんな感じになっております。一応内ポケみたいのが一つついているので、ここで仕切れるような感じですね。女性はポーチって必ず持ってると思うんですけど、割とこう男性もモバイルバッテリーとかイヤホンとか、まあ、細々としたものを持ち歩くことも多いと思うんですよ。まあ、僕もちょっと今これマスク入れてますけど、なんかリップとか、あと爪切りよく持ち歩いてて、ささくれとかよくできるんで爪切りとか、あと頭痛持ちなんでロキソニンとか、あと目薬とか、なんかそういうのを基本持ち歩いてるんですけど、今まではあのシワのコインケースのワイドっていうタイプ、ちょっとこう幅広でクレジットカードとかも入るようなサイズのものにちょっと結構パンパンに詰め込んでたんですよ。これもカラーはブラウンとブラックの2色展開です。そして最後なんですけども、こちらダダン、長いでかいボックスでございます。まあ、箱ですね袋か、袋っていう方がいいかな、のブラウンとブラックよいしょ、はい、こちらです。で僕自身はですね、これのもう一個大きいサイズを持ってて、これなんですけど、これ L サイズっていうサイズで、さっきのが M サイズです。で僕はこれゴミ箱として使ってます。本当にお好きなようにいろんな用途で使えるアイテムだと思うんですけど、まあ、今回あの M サイズセレクトした理由としては、まあ、僕がこの L サイズを使っててちょっとでかいかなって思ったからです。使い方は本当に自由なんですけど、一応ブランド側が提案してるというか、このようにね、先ほどの L も折ってたんですけど、トップ部分をちょっとこう折って、まあ、好きな高さでお使いいただくのがおすすめされております。こんな感じです。今回ご紹介したシワのナオロンっていう生地に関してはですね、まあ、水に濡れても破れないっていうお話したと思うんですけども、一応汚れたりした場合は全て洗うことができます、まあ、なので使い回せるマスクみたいなのも最近は出していて、まあ、マスクはちょっと取り扱ってないんですけども、まあ、こういったゴミ箱とかバッグとか、まあ、他のものもちょっとこう汚れついちゃったなとか、汚れ気になってきたなってなったら洗うことはできます。まあ、ただ洗濯するとちょっとこう色が落ちるので、まあ、よりこう経年変化は早くなってしまうかなと思います。で今回ご紹介したアイテムに関しては現在ダンの店頭のみで販売しております。まあ、今までシワのアイテムはオンライン出したことないんですけども、まあ、もしこの動画でちょっとご要望とかあればオンラインも検討したいなと思っておりますので、気になった方はぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで本日はダンで取り扱っているシワのアイテムをご紹介いたしました。少しでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。